釣り革やろう。釣り革、釣り革に捕まりたくないよ。来いよ、この雑魚野郎ども。ほら、雑魚野郎どもがさ、来たらいいさ。全く勝ててないですね、今のところね。偶然にもね。偶然にも。うん。なるほど、ちょっとランクマッチ後でやってみようかな。ちょっともうちょっとステージ出そうかな、これ。これどうやったら出るんですか？あの、普通に自分でプレイしていくと。ねるちゃんいる？おいおいおい、ビビってんじゃないの、みんな。もうほら、もう釣り買わないじゃん。ビビっとるね。ああ、終わったかも。あ、終わった。早く死ねよみんなよ、マジダリーんだけど。早く終わってくれよ。早く釣りやりてんだけど。あれどれ、あれ、あ、残ってますね、メルちゃん。希望の猫丸さんも残ってる。この前のね、あのダイバーシティのイベントも大盛り上がりで残るね、箱根で。赤スパのメル強いね、マジで。おおおお、あ、猫丸さん行った。行くね。メルちゃんも行くね。あら、そう。ちょっとリベンジするか。よし、大体もう慣れた。来い、バカどもが。このバカども来いよ、かかって来いよ。揺れるぜ。もう一瞬で釣り革みんな使うんだ。絶対にやられたくない。ちょっとみんな頑張っちゃってさ、もう釣り買わないのがほんと辛いわ。ああ、負けたくない。マジ負けたくない。目乾いてきた。楽になっちまうよ、みんな。早く楽になっちまうよ、みんな。おい、おいおいおい、みんな生き残るね。もうすぐ100秒。
やだ、負けたくない。ああ、おい、いった、ごっそりいかれたね。ちょっと今のも悔しいな。野田ロンゲ、白アリさんも前、キャシー塚本さん142秒。野田ロンゲ、野田ロンゲ強いな。もう一戦しましょうよ、皆さん。釣り川に捕まりたくないよ。悔しい、野田ロンゲ強いな。ちょっと強者多いんだけど。よっしゃ、行きましょう。じゃあ次さ、まだ1回も入れてない人だけでやる。ちょっと自己申告になっちゃうけど、一回やりましょうか。それで次は琵琶湖戦。一回も入ったことない人たちだったら俺1位取れるんじゃない。またそのあるんじゃないですか、そこの技術も。うん、ひるまないと緊張するだろうし。田村、田村、ダイバーシティのね、イベントのね、一番良かったところは出資者に会えたことですね。この声やってる人とか お子さんとか会えたりとか。うわ、本物だって俺言っちゃいましたもん。やっぱ本物だ、嬉しいよね、出資者と会うの。で、謎の拍手くんのよ。この人は何々出資してる方でしたっつったら、みんなで拍手にする。おーっつって。そのパターンないでしょ、これ過去に。この世で。ゲームで。あばい！うまいな、みんな。ちょっと猛者が多いな。マッチョちょ、負けたんじゃん。落ち着かんな。てってーてててててわお、やばい、ちょっと待って、調子悪いっすわ、なんか。あれ、野田ロンゲ終わった。白アリさん、強いなぁ。猛者だなぁ。アニョさん、6100円ありがとう。あ、箱根登山の恋のものです。ダイバーシティすごい盛り上がってます。ありがとうございます。ありがとうございます、アニョちゃん、アニョさん。超楽しかったよね、ダイバーシティ。森原君、今日はマッチョ長殺されでした。大変ありがとうございます。こんな配信ないでしょ、出資者がと一緒にやるゲームなんて。微妙な順位だな。ゲーミングマンションさん、ここのことじゃん、もう。シロアリさん2位、強いね、シロアリさん。でキャシー塚本もうまいな。でドナロンゲも安定してるし。でちっちゃいエビさんは毎回この順位だよね、大体。よし、じゃあ次、次はちょっと自己申告になってしまうんですけども、まあ思いやりの精神で、まだ1回もルームに入れてない人だけで対戦したいと思いますんで、一度、まあ、普段入られている方は一回、ちょっと今回休憩ということで。